奮発してくれたんですよ、この大きなキラキラの指輪。はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日はフランスとイタリア旅行で買ってきたものを紹介したいと思います。で、ちょっと現地で洋服とか細かいものとかもすごいいっぱい買ったんですけど、全部紹介しちゃうとすごい長くなっちゃうので厳選して紹介したいと思います。ちょっとコスメが多いかな。はい、ということで早速スタート。まずは日本の免税店で買ったものを紹介します。まずはこちら、イヴ・サンローランのリップで、この唇のマークが書いてあるピント系のこの口紅、私ずっと欲しかったんですけど買い損ねてすごい残念だなと思っていたら、私が行く前日まではなかったみたいなんですけど、店員さんが今日からまた発売してるんですって言ってて、ラッキーと思って速攻3本買いました。なんか前回のやつはちょっと時間が経つとパサつく感じがして、発色とかはいいんですけどなんかあんまり好きじゃなかったので、今回どうかなと思って使ったら、前回よりも保湿力アップしてるし色持ちもすごいいい。このケース全部イヴ・サンローランで揃った。そしてこちらドゥラメールのクリーム、保湿クリーム、もともとこちらのちっちゃいクリームを使ってたんですけど、やっぱりすごく良くてなくなったら嫌なので大きいの新たに買いました。そして同じクリームなんですけど成分とかは一緒なんですけど、ちょっとねこっちよりも軽い感じのクリームですっていうことで、旦那さんがねこっちを買いました。もうびっくりするぐらいお肌がよみがえるので、毎日は使わないですけど3日に1回とか使ってます。これはジバンシーの香水、なんか可愛らしい匂いだったので買いました。行きの免税店ではこれが以上になります。で、帰りのイタリアの免税店で買ったやつ、こちら、このランコムのマスカラとリキッドアイライナー。このマスカラは多分最新のグランディオーズっていうやつで、こんな斬新な形になってて、私今下まつげこれで塗ってるんですけどすごい塗りやすかった。2本入りでこれ7000円ぐらいだったんですけど、多分このリキッドアイライナーは免税店限定の形のアイライナーだと思います。こちらベネフィット、こちらはスティックハイライトになってて、こっちでねピューって塗って、反対側のスポンジでこうぼかすっていう感じ。すごい今使ってるんですけど素肌からツヤが出てるっていう感じがすごいいいですね。これは日本円で3000円ぐらいかな。これは毛穴をカバーしてくれる下地なんですけど、すごいテクスチャーが硬くって塗ってみるともうすごいサラサラして、この時期ちょっとテカるところ、お花とか小花とかに塗るのにいいなと思って、そうこれ買いました。こちらちっちゃい香水が何個も入ってるやつ、ヴェルサーチのやつなんですけど、昔この匂いを使ってて今はこれをたまに使ってて、ヴェルサーチ結構いい匂いなのでちょっと全種類試してみたいなって思って買いました。で、次は現地で買ったコスメを紹介します。まずは H&M に行った時に買ったコスメを紹介します。これ、このスポンジ、海外の YouTuber さんが H&M のこのスポンジいいよって紹介してて買ってみました。で、700円ぐらいですね。こちらのちょっと濃いめのブラウンのフェイスパウダー、濃いめのフェイスパウダーをこういう生え際に塗るのがもうすごい欠かせないので、で今持ってるやつちょっと塗りにくいのでこれを買いました。2種類のチークを買いました。こっちがクリームチークでこっちがパウダーチーク。これも1個多分600円とか700円ぐらいでした。発色はすごくいいです。リップライナー、これも今塗ってるんですけど、ちょっとマット感に仕上げたい時とかこのペンシルで仕上げればいいなと思って、さっきからこれで食べたり飲んだりしてるんですけど全く消えないの。 H&M では以上になります。 H&M のコスメすごくいいです。ホテルはねオペラ地区に泊まってたんですけど、ホテルの近くにセフォラがあってセフォラでも買いました。こちらこれなんて言うんだっけ、アーバンデキャリー、デキャリー、キラキラしてるシャドウが目に留まった時すごい可愛くて買うと思って、これでもねすごい高かった、これ1個3000円ぐらい今塗ってます。なんかツヤツヤキラキラって、最近ツヤツヤしてキラキラしてるアイシャドウがすごい好きなので、セフォラのアイシャドウすごいいいなと思って、これはねすごい安かった、2000円ぐらい。これずっと欲しかったやつ、トゥーフェイスのちょっとピンクとホワイトのなんだろう、すごいね細かいパールが入ってるハイライトなんですけど、鼻筋に塗ってるんですけど、てかもう可愛いトゥーフェイス。あともう一個ずっと欲しくて買えなかったやつ、じゃーん、これずっと欲しくって、なんか3種類置いてあって、3種類全部買おうかなって思ったんですけど、意外とねこれ高いので1個で我慢しました。お土産もいっぱい買っちゃったから、ツヤツヤな感じになってすごくいいです。これ私がチークの中で一番大好きだなって思うのがエクセルなんですけど、このグラデーションチーク、それにねちょっと似てるんですよね。そう負けないぐらい可愛い、こっちも発色もいいしツヤ感も出るし、こんな感じかな。ステチアに行った時にキールズがあって、キールズねずっと欲しかったものがあったので、全然キールズを日本より安くって買っちゃいました。まずこちらのね、なんていうやつかわかんないけど、ピーリング。今ね朝用オイルもキールズで使ってて、夜用も欲しいなって思ってたんですけど、今までオイルは他のものがあったので、でちょうどそれがなくなっちゃったので、キールズで揃えようと思って夜のやつ買いました。旦那さんが前にこれをプレゼントしてくれて、でこの匂いすごい気に入っちゃって、これが同じもの欲しいなって思ってて、もう日本よりねヴィトンはもうめちゃくちゃあっちの方が安いので、詰め替え用を1個買って、あとこれは旦那さんの新しいやつの、ベネチアとねディズニーランドでものすごいものを買っちゃって、もうねすごいの、動機が止まらない。まずはディズニーランドで買ったものを紹介します。じゃん、ひらひらのミニーちゃんのスカート、これはおちびちゃんに買いました。いつか着せてねディズニーランド行こうと思って、これじゃーん、ベルのねドレスかわいいで、ちゃんと髪飾りもついてる。おちびちゃんのやつなんですけど、これは姪っ子とお揃いで買いました。リュックめっちゃかわいいの。これベルのおもちゃ、髪の毛を溶かす櫛とかあって、ベルの髪の毛とかね溶かしてほしいなと思って、このあとお馬ちゃんをこうやってパカパカパカとかやってほしいなと思ってこれこのショルダーバッグ、インスタにも載ってたと思うんですけど、これ日本のディズニーランドでねこういう可愛いショルダーバッグがなかったと思うので、すごい買えて嬉しい。後ろがボーダーになってて、前がドット、めっちゃ可愛い。お耳を3つ買いました。これは普通のやつで、これはピンクのスパンコールの可愛いやつで、これはもう全部がキラキラのやつ。前回お気に入りの紹介でミニーちゃんのスパンコールのキラキラのリュックがあったと思うんですけど、それと一緒にねつけたら可愛いかなと思って、とこちらこのなんて言うんだっけ、こういうの水筒じゃなくてそうこれも買いました。白と黒のドットにミニーちゃんがいる感じ、かわいいでキラキラ。ジム行く時にこれに水とかスポーツドリンク入れて行こうかなと思って買いました。あとベネチア行った時に買ったものなのが売ってたんですよ、ベネチアに。2500円とかそのぐらいで、こういうスポーティーなサンダルがね欲しかったんですけど、主婦とか妊娠中の人とかなんかぺたんこだしすごい歩きやすそう。パリで洋服とか靴とかも結構買ったんですけど、そういうのはまたインスタで紹介しようかなって思います。今回の旅で一番もう買って感動したもの、旦那さんに買ってもらったんですけどね、こちらやばくないですか、シンデレラ。パリのディズニーランドで買ったんですけど、全部ガラスでできていて、もうすっごい細かいんですよ。私がこれを見てあーって言ってたら旦那さんが買ってもいいよって言ってくれて、えーってなって買ってもらっちゃいました。やばい。で、あともう一個がじゃーん、これ、この人差し指につけようって思って、いろんな角度にこういろんな形でカットしてあって、光が入るともうすっごいきらびやかになるんですよね。ダイヤモンドじゃなくて、ここがね全部ガラスなんですよ。これはねなんとね5000円ぐらいだったんですよ。本物のねダイヤモンドみたいにすごく綺麗だったので買ってもらいましたはい、ということで購入品は以上になります、フランスとイタリアで買ったものを紹介してくださいってたくさんリクエストいただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。